Morning Jam. Three, four. おもろい家族パート2。この時間は健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には久留米のフルーツショップ飯田屋セレクト、長野、山梨、島根のシャインマスカット3房食べ比べセット1万2000円相当プレゼント。いやこんなすごいセットがあるなんて、まあ、特別にねセットは作ってもらったっていうところみたいですけれども、はい、あの山梨はブドウの産地というのは有名ですけれども、長野とかね島根でも美味しいシャインマスカットが作られているそうです、まあ、そこを食べ比べていただこう、まあ、もちろんのことながらね地元のシャインマスカットっていうのはね美味しいものたくさんありますんで、地元のものは皆さん地元で買ってね、そして楽しんでいただければというふうに思います、はい、さあそれではね、今日この時間のおもろい家族、まずはねうわー昭和だなーっていう話いきましょうか、30代女性の方からいただきました。中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。職場の万年課長補佐の男性上司とおつぼね様の話を聞いてください、はい、うちの会社社員のストレスチェックや上司の評価アンケートがある会社、私も勉強会なんかで職場の雰囲気は雑談とコミュニケーションだっていう風に教わってます。なので上司は自分の評価を気にしてなのか積極的に私たちに話しかけてくるんですけれども、これが全然ダメなんですあのねそれはもう気持ちを汲み取ってあげてください、そうなんですよ、ね、やっぱね職場の雰囲気作りっていうところでねやっぱこうきちんとやっていかなきゃいけないっていうことをやっぱ思ってらっしゃるんですよ、はい、中地みたいにきちんとトーク力とコミュニケーション能力を鍛えていくあのねその私はまあ仕事みたいなところですからね、仕事みたいなじゃなくて仕事ですからね、中地みたいにきちんとトーク力コミュニケーション能力を鍛えている男性だったらいいと思うんですけれども、そうじゃない男性のコミュニケーションってもうちょこちょこパワハラだったりセクハラだったりするまあね難しいですね本当ね、そうなんですよね、お酒の席ではアルハラも加わりますタモリさんみたいに髪切ったみたいな挨拶代わり程度に太ったってまだそんなこと言う人いるんですかねえ、これってなんていうか落ち着きなさいそれはまたそのね、その人との関係性とかね、それはありますよね、おつぼね様は甘いもの食べ過ぎちゃってとか言ってますが、女子が気にしていることを言うような男は殴られてもいいと思うんですが、上司なのでどうすることもできません飲み会の席で昔話ばかりしているので、そんな男ほど将来は期待できないものだと思っているすごいね、これ面白い話だね、昔話ばかりしている男は将来が期待できない、先日上司がおつぼね様にチャペココ行きましょうよって言ってて、福岡で一番有名なラブホテルの名前を出してました。おつぼね様は分かっていなかったんでしょう。奥さんと一緒か旦那と一緒だったらいいですよ。私は3人プレイじゃん無知とは恐ろしいと思いました。そしたら急に上司の態度がよそよそしくなって、娘さんにどんなところか聞いてください、まあ、だから冗談と思って言ってるんだろうけれども、それがまああのねあのそれ自体を知らなかったっていうことなんですよね、娘さんにどんなところか聞いてくださいと言って逃げていきました。その姿に思わず笑ってしまって、おつぼね様からどんなところって聞かれて調べてくださいっていうのも角が立つし、知らないって答えるのも負けた気がするんで、食事が美味しいところです、女子会も開かれたりしてますと答えて苦笑いしました。そんな会社ですが職場の雰囲気はすごくいいんです。
今まで大きい会社や小さい会社何社か渡り歩きましたが、一番の福利厚生は人だ、人間関係だと思ってます。素晴らしい。本当はそこに給料だったりやりがいが加われば最高なんでしょうけど、会社って家族ですよね。素晴らしい締めじゃないですか。よかった、最終的によかったです。ほっとしました。もう昭和の遺物みたいなね。それはあの、まあ、この職場のその、ね、あの、まあ、方の中にそういう人がいらっしゃるんだろうけれども、うんうん、まあ、そういう人をもね、あのきちんと包み込むような、あの会社、うん、ということなんだろうなというふうに思います。そうですね。いや結局ね、うん、あのまあ30年ぐらいね、あのずっとこう経済成長しなかったじゃないですか、はい、そうなると、うん、やっぱね、やっぱ会社の考えることの一番手っ取り早いところっていうのはね、あの経費を削っていくところっていうことになるんですね。まあ、これは経営的にはねあんまり正しくはないんですよ。まあ、その場しのぎだったりとか、あの会社の未来っていうのがあんまないんですけど、で、まあ、そういうふうなことをねやっぱ手っ取り早く考えてしまうと、一人一人のやっぱ仕事がねものすごくやっぱ重たくなって、で、まあ、会社がちょっとギスギスしちゃったりとかね、はい、そういうふうなことになるともうこういう話に全くならないんですよね。でもなんとなくやっぱこう職場の空気がいいっていうのは、だって今職場の空気がいいっていうね話ってあんまり聞かなくなっちゃったじゃない。そうですね。うん、まあ、なのでね、うん、こういう、まあ、会社って家族ですよね、うん、まさにそうだと思います、はい。ぜひね、まあ、そういういい話があったらね、はい、まあ、ここ途中途中は全然いい話じゃなくて、そうです、危ないキワキワの話だったりしたんですけれども。厳しいご意見でした。最後の最後のね、締め、それに、いい会社なんだっていうようなことなのでね、うん、さあ、それからねこれもすごい話なんだよな、これもねもうなんていうか、うん、ある種危ない。何ですか、女性の方からいただきました。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。娘が当時付き合っていた彼のおばあちゃん、とっても元気がよくって好奇心旺盛で、というか監視が趣味みたいで。娘が彼の家に行った時、部屋の窓から靴を持ってこっそり入って部屋に鍵をかけていると、わざとドアノブをガチャガチャガチャと回してきたり、鍵穴から覗いてきたり。まあね、自分家のことなんでね、まあ、まあおばあちゃんからするとね、それはもう全然 OK ですよ、なので娘は彼と会話を途中で止めたり、小声で話さなくちゃならない羽目に。鍵をかけてなかった時は突然入ってくるので、娘はベッドの下に隠れて、ベッドの下から見えるおばあちゃんの足首を掴んで脅かしてやろうかと何度も思ったらしいです。外出している時は部屋に入って物色、ゴミ箱を漁ったり、娘が泊まった時用に置いている歯ブラシを見つけて駐車場にわざと投げ捨てて、そのたんびに彼のお母さんが気づいて新しい歯ブラシを買ってくれていたらしいです。家に通っていたのは分かっていたみたいですが、おばあちゃんはうるさいからとなぜかこそこそと隠れ、彼の家に行くのが娘もだんだんスリルを感じると言って楽しんでました。まあ楽しめたならいいです。ある朝目覚めると、そこにはドライバーを両手に持ったおじいちゃんとおばあちゃんが鍵を壊して彼と娘の寝顔を覗き込んでて、びっくり笑うしかない朝を迎えたそうです。考えれば懐かしいおばあちゃんとの笑いの戦いだったと言ってますが、そんな当時の彼と結婚し、正式に娘のおばあちゃんとなりました。昭和の意地悪ばあさんそのもので、いつまでもお元気でいてほしいものです。急にどういう締めなのかよくわからない。なんかすごい。っていうか、やっぱ孫のことが心配だとか、そうでしょうね、そういうことなんでしょう。そうでしょう、はいはい。で、うん、やっぱそこにね、あの悪意みたいなのが、あんまりこう
見て取れないから娘さんもそのスリルを感じるっていうことで、まあ楽しめるっていう、それがね、そういうことなんじゃないかなというふうに思います、ね、はい、はい、昭和の意地悪ばあさん、もうこれ放送を聞いててどれぐらいの人が、俺にとっても意地悪ばあさんってもうあのリアルタイムじゃないですからね。あ、いやいや、もちろん、まあ、もともと漫画、長谷川町子さんの漫画で、長谷川町子さんの漫画です、はいはい、全巻ありますうちに大好きなんですよ古いの好きだね青島由紀夫さんがドラマでやったじゃないですかあれも全部見ましただそのアピールは何なのかがよく分からない分からないですけど以上、おもろい家族パート2でした。